宮川敦美、見た目は小学生だけど立派な高校2年生つまりは合法、盗撮は犯罪ですよ。ロリは正義だ。行ったぞ。抜かるな。やってらんね。確かにやってられない。吉岡先輩には惚れ惚れし、吉岡先輩には惚れ惚れしますよ。うわあ、まったく惚れ惚れしちゃうぜ。非合法最高。やってられませんね、吉岡先輩。誰？誰？てっきり厚みの弟かと。どこがよ。似てるよね。どこ見て判断した？いやー、まったく校内一小さい宮川厚美と一緒にされては困るんだよな。二番は？はい。なんだ、どうした小林、水臭いぞ。早速俺と厚美ちゃんとのキューピッド役ですか？厚美ちゃん、厚美ちゃんは今日もちっちゃいね。誰ですかこの人は。失礼な、失礼な。あっと、ごめん吉岡先輩、今来たらややこしくなっちゃいますから。おお、焦りは禁物ということか。確かに宮川厚美ちゃんの合法ボディは合法ロリボディだからな。いくらでも待てるというものよ。そうですよ吉岡先輩、だから全然終わってないよ。ぐんぐん伸びるよ。また会おう合法ロリ。私は非合法だ。厚美、それもちょっと間違ってる。